今日はエキシビジョンマッチ、イングランド対フランス。解説には元日本代表の北澤剛さんをお招きしています。北澤さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ北澤さん、今日の見どころをお話しください。はい、そうですね、両チームとも本来いろいろと仕掛けられるバリエーションありますからね、そういった意味で期待できる試合ありますよね。最初はそういったところに注目していきたいですよね。そうですね、イングランドとしては立ち上がりから一気に来る可能性もありますよね。なるほど、今日はそういったところも見どころになるかと思います。さあスタジアムに選手が姿を現します。選手入場です、ここから見てる感じですが、上皇彼の調子ですがかなりいい状態だと聞いています。今いいでしょうか。はい、岩本さん、この選手の情報なんですけど、開始前の練習を見ていたんですけど、体もこう非常に軽く調子が良さそうに見えましたよ。なるほど。さあピッチレポーターは岩本照さんにお願いしています。今日はよろしくお願いします。こちらこそお願いします。キャラがディフェンダーとしてプレーします。さあ間もなく試合です。今前半キックオフ。ジェラーランパード見せますね。いいマークですよ。いやー、いいカットですね。フランス中央から持って上がります。倒れた選手引き起こされます。なんとここでイエロー。かなり激しくと言いますか、いやいや強引に当たりには行ってましたからね、取られちゃいましたね。短くつなぎます。いいディフェンスですよ。ビエラ必要なチェック、プレッシャーを与えます。レベイエール、ドラソー奪った。ランパード、上皇縦に出して開きましょう。ディルトー下げて、ここはビエラ、いい攻めを見せたんですがちょっとうまくいきませんでした。左にさばいて大事なところ奪いました。激しく奪い合います。いい攻撃だ。遠目から、あー惜しいですね。さらにパンチング、もう一度。いやー北澤さん、今の遠目からのシュートどうですか。そうですね、ここはねリズム変えようとしたのかもしれませんね。サッカー母国の意地を見せます。ヘッドで競り合います。ランパード回してオーウェン、一旦後方へ下げます。ドラソー一人で持っていく。おお。ジョン・テリー、ギャリー・ネビル、これは危険なプレーです。このセットプレーはイングランドボールになります。ここはボールを下げました。激しいチェックに行きます。カメラさん、カメラさん、ホーム側なんですけどもっとサイドを使えというようなアピールをしてましたね。そうですか、ありがとうございます。おっと、チャンスになる。ここはクリアします。前半の15分を回りました。
後ろからチェック。ドラソ、大事なところ、ここで奪い合う。ベッカム、今日のキャプテンです。スライディング、あっと足で行きました。これはファールになります。倒れた選手、今起き上がりました。もうちょっと体を寄せていればね、ファールにならなかったんですけどね、はい、イングランド直接フリーキックを得ています。ジダン、詰め寄られた。後ろからのマーク、あっとホイッスルがありました。後ろへ。さあ北澤さん、フランス今のところ0対0。だんだんとこうチャンスエリアに差し掛かるところでうまくいかないというケースが多くなっていませんか。まあそこまで持っていく回数は多いということもありますしね、そこからどうするかでしょうね。ビエラ、中盤のプレイヤーです。カットします。マケレレ、オーウェン、まだシュートは打っていません。キャラル、短くつなぎます。さあどうする、細かいボールの奪い合い。さあ固まっている、頭で合わせた、これを決められない。イングランド、クロスから頭で合わせました。いいアプローチいってますね。マケレレ、強引に行きます。あっと厳しいディフェンスだ。オーウェン、イエローカードを受けました。リプレイです。危険なプレイでしたね。あと一歩回り込んでほしかったです。そうですね、ヘッドで競る、競り合った。イングランド、スペースを潰します。後ろからチェック、右にさばいて、ギャラス、マケレレ、持久力のある選手です。ピレス、リターンからピレス、大事なところ。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。あと少しで前半の30分が過ぎようとしています。前へボールが出て、ステップを細かく刻む。ビエラ、クリアです。さあ動きが速くなる。さあ競っていく、ここでファールです。やはり抜けるとチャンスになるところですからね。フリーキックとなります。なんとかピア、ここで受けた。上空ジダン、あっとここには誰もいません。ここは通りません。右にはたいて、足技見せます。左にさばいて、いいチェックだ、見せますね。ディルト、大事なところ、スペースを狙う。おっと出しましたね。ここはディフェンスされました。タイミングいいですよね。よく走ります。ここは一難逃れます。イングランドとしては、まあああいう守りができているとプレーにゆとりが持てますよね。ギャリー・ネビル、ディフェンスの選手です。ベッカム、パスをつないでいく、激しいチェックに行きます。上空開きますよ。サイド来ましたね。おっと危ないところでファールです。まあ守る側からすれば危ないシチュエーションでしたからね。さあ面白い位置でフリーキック、キーパーパンチング、イングランドコーナーキックを得ました。でもいい試合してますよ。そうですね。さあ入れてきた、狙ってますよ。頭で流し込む、
うわ、しかしキーパーの反応早いですよね。はい、非常にセービング力の高い選手です。前半40分が過ぎました。ランパード、さあこっからだ。ランパード、おーわっとミドルから狙った、リスティング、またコーナーキックに変わります。ここは大事にいってほしいですよね。これは動いた、ヘッド、ポストの右、うまくボールが入ってたんですけどね、枠には行きませんでしたね。本当に絶好機でしたね。素晴らしいコンビネーションを見せたのはイングランド。フランス、まだ得点はなく0対0。先ほどから見ているとだんだんとこう中盤をうまくコントロールしていますよね。そうですね、非常にうまくボール回してますよね。繋いでジダン、フランスボールキープしています。チェックが効いていました。ビルトーファウルです。ヘッドで競り合います。壁を使います。いいワンタッチです。まだ生きている、かろうじてクリアしました。狙いとしてはいいと思いましたけどね。ここで前半終了のホイッスルです。さあ北澤さん、前半を0対0で終えたわけなんですが、いかがでしょう。そうですね、作戦なのかもしれませんけどもね、見た感じはちょっと牽制し合ってる感じもしますよね。はい、ざっと振り返ってみましょう。前半8分、ビエラ豪快なロングシュートを見せてくれました。そうですね、ゴールには至らなかったんですけど、直前のパスも非常に良かったので惜しいプレーだったと思いますけどもね、もう少しですよね。さらにまた重要な場面があったんですが、前半8分、おっと今出ていますね、ギャラス、やや遠くからではありましたがそのままシュートを打ってきました。めちゃくちゃスピードありましたよね。いや驚きましたよ、入っていればスーパーゴールでしたね。さあ後半両チームどう出てくるのか楽しみです。前半を終えたところで0対0、両チーム無得点で一旦折り返します。後半の笛が鳴りました。エンドが変わって右にイングランド、左にフランス、ボールを回します。デベイエール、これはファールの判定。やはり抜けるとチャンスになるところですからね。ちょっとこれは読まれましたね。さあカウンター、左へギャラス、この選手はスタミナがあります。そしてビエラ、ボールは右サイド、右サイド、一旦戻します。これは危険なプレーです。また奪った、また戻す、ベッカム、右に送って、さあ競っていく、大きく横へ運んでいきます。まだコースを探しています。真ん中へボールが入ってくる、打った、これを決めることはできません。いやあとはコースだけなんですけどね。そしてここはテュラム、ブームソン、ディフェンダーとしてプレーします。さあ奪った、オーウェン、ルーニー、ようやくこの2人の2トップにボールが絡んできています。しかしここは防がれました。ビエル、競り合った、さあ正面だ、前に送って、デベイエール、ここはヘッドでクリア、いい攻めを見せたんですがちょっとうまくいきませんでした。しっかり1人入ってましたけどね。おお、いい形、
右サイド強いサイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。ここからドラソ右へ出した、回してレベイエール先制のチャンス、まだチャンスですよ。ここは一難逃れます。取り返した、さあ競っていく、ミドルシュート、ちょっといいでしょうか。アウェイ側なんですけど、ピッチ脇で誰かアップ始めてますね。動きそうですね。はい、ベンチが慌ただしくなったという情報が入りました。いいところで受けた、ここで奪い合う、下げて、ここはビエル、ちょっと合いません。負けれる必要なチェック、プレッシャーを与えます。下げて、ここはギャリー・ネビル、レベイエール、ビエラ左にさばいて、さあ攻撃に注目です。前に送る、競り合った、ビエラ、ベッカム、ここはなんとかクリアです。攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。さあどんな展開を見せるのか、2人でのチェック、少し出して、どうする、おお、ジェラー一度下げて、ギャリー・ネビル、リターンを受けてベッカム、おお、フリーだ、うわっと、そのまま蹴った、シュートは阻まれます。右に送ります、上皇、右へジェラー下げて、ここはジョン・テリー、ドラソ横へ運んでいきます。左へ一人で上がる、ここからルーニー、今日4本のシュートを放っています。ですがまだ得点には至っていません。ここはボールを下げました。ジダン。ボールは後方へ。後半30分を回ろうというところ。そこからビエラ。左にさばいて。さあここに出てきたぞ。さあいけるか。シュート右足。あーっと外した。いやー際どいな。ですが北澤さん、今の攻撃なんですが。はい。あそこで一人で上がっていきましたね。そうなんですよね。ああいったプレーが相手にとって脅威になる時もあるんですよね。ヘッドで競る、カメラさん。はい、どうぞ。岩本さん、アウェーベンチが慌ただしくなってきてますね。2枚目のカード切ります。5番の選手に変えて、どうやら21番を投入するようですね。そうですか。どうやらベンチに動きが見られるようです。マイナス方向へ、ベッカム、おっとタックル、おっとこれは激しいタックルです。倒れた選手が引き起こされます。なんとここでイエロー。今のファウルもう一度ご覧ください。後ろから行ってますからね。そうですね。ジェラー倒されています。叩きます。ちょっときついですよね。これは抜けません。キャラがジョン・テリー右へ出した。いいですね。うまくスペースを潰しました。ベッカム外へ開きます。ここはボールを下げました。ルーニーロングシュート、ここはよく守りました。押し戻した。ちゃんと周りが見えてますよね。フランスとしてはまあうまく守れてると思いますよ。ジェラー必要なチェック、プレッシャーを与えます。
左へ出した。縦へ、さあ競っていく。今日は奪われた。さあチャンスになった。頭だ。強い。ここはディフェンスされました。しかし展開しても中にしっかりと入ってきてますよね。イングランド、ここはしっかりと守りました。このセットプレーはイングランドボールになります。インターセプト。これは繋がらない。いいディフェンスを見せます。さあどう攻めるか。頭でくる。いい形で右サイドから攻めていきました。そうですね、うまく形作れましたよね。右に出して、縦に出して、いいプレッシャーだ。おー、さあここまで上がってきました。ジダ、ステップを細かく刻む。さあロングパスだ。そしてランパード。後半終了です。さあ北澤さん、後半戦も含めここまでについて何かコメントいただけますでしょうか。はい、両者全く譲らない非常に内容の濃い試合になりましたよ。本当にね、最後まで集中力を切らさないでほしいですね。はい、ありがとうございます。さあそれではハイライトシーンをご覧ください。キックオフ、延長前半のスタートです。しかし北澤さん、お互いの戦術は置いといてファール、今日は多すぎます。全くですね、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんですけどね。右方向のコースだったんですが、ここは合わせられませんでした。タイミングいいですよね。おっと、短く出します。どう崩していくか。素晴らしいディフェンスだ。タッチを割りました。最後に触ったのはルームソン。また返した。ベッカム。ランパード。大事なところ。一旦キーパーへ。味方がいないところへ流れた。ここは通りません。これはファールを取られました。フリーキックになります。右に送って、細かくフェイント、右へ出した。左へ出した。ルーニー、ジョーコウ、うわー、フリーだ。ヘッド。イングランド、クロスからそして頭で合わせるという攻めを見せてくれました。そうですね、あと少しだけね、対応早ければよかったんでしょうけどね。一旦戻します。いいところで奪った。競り合った。行くか。ここから行った。それにしてもああいったシュートは思い切りの良さを感じられますよね。回してドラソー、上皇詰め寄られました。フリーキックとなります。ジダン、いやいいカットですね。さあここに出てきたぞ。ヘッド、入った。ゴール、延長前半残りわずかです。イングランド、ようやく均衡を破りました。ルーニー、チーム待望の一発を決めます。攻撃の形は良かったんじゃないですか。そうですね。さあ画面にはリプレイが出ています。しか
し見事な先制点となりました。フランスとしてはこれだけの距離に行かなければならないと思いますからね。さあいずれにしても面白い展開になってきました。先制点を許しました。そうですね、まだ選手に返そうという気持ちはね十分にありますよ。いずれにせよここからですよ。前へゆっくり送ろうという場面です。さあもうゴール後のキックオフは始まっています。狙った、決められない。さあ北澤さん、遠目から打ってきましたね。いやいいと思いますよ。この後の組み立てが大事になってきますよね。ルーニー、ここでピッチを離れます。まあサポーターからも拍手が沸き起こっています。フランス今のところ1点のビハインド、しかしそんなに悪い状況にも見えないんですけれどもね。そうなんですよね。だからなおさら小さいミスといいますか、そういうものがものすごくもったいない感じがしますよね、はい。さあ固まっている、繋いで走り行く、カードが出ます。だいぶ派手に削ってましたから、その辺のプレーが目立ったのかもしれませんね。軽く出してギャリー・ネビル、延長前半終了の笛が鳴りました。延長戦前半が終了しました。そうですね、本当目が離せない展開でしたから、見ている人も熱くなったと思いますよ。本当にね、今日は素晴らしい試合を見せてくれてますよね。いや本当にそうですね。それではこの後も試合をお楽しみください。さあフィッスル、延長後半が今始まりました。今日は全く目の離せない試合を見せてくれています。それではお伝えしてまいりましょう。ビエラ左へ出した、もう一回レベイエール回します。さあ追い上げたいレベイエール、一瞬遅れましたね。左から行きます。さあ入れるか、ヘッドで弾き返した、ランパード開きますよ。またチャンスですね。これは綺麗な攻撃でした、はい、あと少し待って打てる体勢を取っていればよかったんでしょうけどね。下げてサイドを変えて胸で落として右にさばいてギャリー・ネビル、ベッカム左にはたいた、ベッカム中盤の選手です。ここはジェラー、ここでリターン、もう一度ランパード上空ロズ強い、このパスは通らない。おお、あっと危ないところでファールです。この辺はねやはり抜ければチャンスシーンですからね。オーウェン、シュートを打ちましたけれども、もう打つしかないという状況だったんでしょうか。そうですね、まあ今のようにある程度ディフェンスラインができてしまいますとしょうがないのかもしれませんね。いい位置にいました。読まれた、いいマークですよ。フランス、ドリブルで上がっていく、競り合った、守りが固い、よく守っている。ここは阻まれました。このパスは通らない。ビエル、取られた。今行けますよ。左からのチャンス。ここで奪い合う。ファールを取られました。さあチャンスになります。中に送って。ここはなんとかクリアです。頭だ。ピンチを逃れました。走り行こう、
通らない、いいところまで行ったんですが引き気味のディフェンス陣に守られた形。どう攻めていくのかフランス。さあここまで押し上げてきました。ここからの組み立てが大事です。少し出して、ここで終了の笛が鳴りました。1対0、イングランド1点差で勝利、逃げ切りました。さあゲームは終わりました。試合の感想をいただきたいと思うんですが、いかがでした？イングランドとしては終始自分たちのリズムで戦いましたからね。いい内容の試合を見せてくれたと思いますよ。選手たちの調子も良さそうでしたね。はい。では本日の試合内容を振り返ってみます。前半8分、ビエラ豪快なロングシュートを見せてくれました。そうでしたね。まあ外れてしまいましたけど、絶妙なパスをつなげてシュートという典型的なパターンができてましたよね。そしてこれも重要なシーンとなりました。延長前半終了前、ルーニーギリギリのところで先制ゴールを決めてきました。言うまでもありませんが試合を決めたゴールです。はい、そうですね。シュートに入る前のことなんですけど、シュートに至るまで素晴らしいパス出ましたから、結果的に抑揚のあるリズムが生まれるんですよね。さあそして今度は試合データです。イングランド、シュート数でも相手を上回っているようですね。はい、チーム全体でのね、ゴールへの執着心が見受けられますよね。そういったものが勝利へつながったんじゃないでしょうかね。ご覧の通り結果は1対0、イングランド勝利をものにしました。さあ放送時間がそろそろ少なくなってきました。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。どうもありがとうございました。実況はジョン・カビラがお届けしました。それではハイライトシーンをお届けしながらお別れとなります。ごきげんよう、さようなら。